セイリーンビルの戦いは、南北戦争のモーガンの襲撃中の1863年7月26日に、オハイオ州、セイリーンビル近くで起こった戦闘である。南軍が関わった戦闘では最も北で起こったものの一つだった。北軍の決定的勝利によって、ジョン・ハント・モーガン殉賞の残っていた、南軍騎兵隊を壊滅させ、モーガンはその日遅くに捕虜になった。 1863年6月、南軍ジョンハンモーガン巡将は、テネシー州の宿営地を2460名の、騎兵と共に離れ、テネシー州の南軍から北軍オハイオ軍の注意を、そらそうとした。7月8日、モーガンは、ケンタッキー州内に泊まれと言われていた命令に、逆らって、ブランデンバーグでオハイオ側を渡り、インディアナ州に入った。 コリドンの戦いでの勝利の後、モーガンは、東のオハイオ州に入り、北軍ジェームズ M ・ M シャッケルフォード順位賞の部隊に、追跡された。7月19日、モーガンは、オハイオ州、メグズ郡、ポメロイの上流、バッフィントン島でオハイオ川の向こうの、ウェストバージニア州に入ろうとした。部隊の中のあるものは川をうまく渡って南部に戻った。しかし、 北軍エドワード・イチ・ホブソンョーとヘンリー・エム・ジュダ、淳将の部隊が、モーガン隊の兵士推計800内し1200名を捕まえ、アダム・ストーブ・パイプ・ジョンソン大佐の指揮する300名ほどは、なんとか上流で渡った。モーガン将軍と残った400名の兵士は、逃亡したが、川の渡河地点からは離れた。もう一度渡河を試みたが、これも失敗し、北へ向かって、 最終的に、コロンビアナ軍に到着して、この時もどこかでオハイオ川を渡り南部に向かおうとしていた。その経路では、ムーアフィールド、ハリスビル、ニューアセンズ、スミスフィールド、ニューアレクサンドリア、ウィンターズビル、トゥーリッジ、リッチモンド、イーストスプリングフィールド、ベアゴルズ及びモンロービルを含み多くの脅威となる村を通っていった。馬が消耗し、部隊兵は、 感情的にも、肉体的にも疲れ果てており、モーガンは追跡者が川に近づこうとする試みを遮る中で北に徒歩で進んだ。北軍のシャッケルフォード将軍は、モーガン隊の追跡を続け、イリノイ州、ケンタッキー州、テネシー州、ミシガン州及び、オハイオ州の騎兵、砲兵及び、騎乗不評の混成部隊に、ストイベンビルの民兵隊を率いていた。 モーガンの疲れ切った兵士たちは孤立し、常に追跡を受ける中で敵地深く進んでいった。最終的に、モーガン隊は7月26日に、オハイオ州リスボンの近くセーリーンビルで側面を突かれ、遮断された。モーガン隊は、勢力で劣ったまま、およそ3000名の北軍に対して、結露を開こうとした。その後の1時間半足らずの銃撃戦で、 モーガン隊は364名の損失を出した。それでも、モーガン将軍と少数の兵士が当初は捕獲を免れた。しかし、午後2時、この集団は、セーリーンビルから約8マイル北東のウェストポイント近くで、第9ケンタッキー騎兵連隊のジョージ・ W ・ルー・少佐に降伏した。今日、降伏の地点には、歴史名番が建てられている。 ルー少佐は後に、モーガン将軍が近づいてくる少佐を、まず見た時に、捕まえていた捕虜の一人で、オハイオ民兵のバーブリッジという名の大位に降伏し、バーブリッジがすぐにモーガンとその仲間の主官たちを仮釈放し、その行為で非戦闘員として、ケンタッキー州の家に戻ることを許した、と報告した。ルーは、その、降伏を認めず、 モーガンが正式に北軍に降伏したのであると主張し、仮釈放を無視した。その部隊はモーガンをコロンバスに連れて行き、モーガンとその士官たちの多くは、オハイオ州刑務所に収監された。捕虜になった兵士たちの多くは、キャンプチェースなど、北部の他の戦争捕虜収容所に送られた。1863年7月と8月、オハイオ州知事デイビッド・トッドは、 モーガンの降伏について、審問を行った。トッド知事は、バーブリッジ隊は、実際には、リスボンの一市民、ジェームズ・バービックであり、オハイオ州民兵隊で士官を務めたことはなかったと、判断した。つまり、トッド知事は、バービックはモーガンに対して権限がなく、北軍に対するモーガンの降伏が成立すると、裁定した。もう一つの南軍の行動である。 戦闘オールバンズ襲撃は、セーリーンビルの戦いよりさらに北で起こった。1864年10月19日、南軍兵30名がカナダから入り込み、バーモント州戦闘オールバンズを襲った。しかし、この集団は正式な南軍の部隊ではなかった。ウェストポイントのモーガン将軍降伏地点は、南北戦争で正式に編成された、南軍部隊が到達した。 最北地点と考えられている。ありがとうございます。